こんにちは、アプリです。漢字クイズ。アプリさん、もうすぐ日本に住んで3年になると思います。そうですね。生活してるといろんなところで漢字を見ると思います。そんなアプリさんが3年間でどれだけ漢字を読めるようになったか、今日クイズしたいと思います。やばい、漢字そんなに強くないから。問題は全部で10問あります。出題範囲は小学校1年生から6年生までです。ということは私のレベルは小学生ですか？はい、そうですね。はい、では早速やってみましょう。それではレッツゴー。 A few inches later. 難しいですか？難しくないですよ。私は外国人ですから、そんなに遠くないと思います。はい、第1問、これは何て読むでしょう？書いてください。はい、どうぞ。はい、発表してください。どうぞ。はい、どうですか？どうですか？早く答えてください。正解です。イエーイ、イエーイ。なんかすごい めっちゃ変な顔、今皆さん。次は第2問。はい、これは何て読むでしょう？これ間違ったら皆さんどう思ってるかな。はい、はい、ではどうぞ。これです。小学生。正解です。イエーイ。第3問。はい、これは何て読むでしょう？どうぞ。はい、正解です。イエーイ。第4問。これは何て読むでしょう？はい、はい、どうぞ。正解です。イエーイ。なんか次の漢字は次からちょっと難しくなります。難しそう。第5問。これは何と読むでしょう？これ小学生のレベルなの？はい、はい、ではどうぞ。はい。アジ。残念。ねえ。正解は味見でした。第6問。これは何と読むでしょう？楽しいこと。はい、終わりました。はい、どうぞ。はい、はい、うん、正解です。イエーイ。第7問。これは何と読むでしょう？はい、できました。はい、ではどうぞ。はい。どうですか？なんかすごい、もうめっちゃ変な顔、皆さん。どう？正解です。イエーイ。次は第8問。これは何と読むでしょう？なんかどんどん難しくなるね。はい、はい、どうぞ。はい、どうですか？正解です。イエーイ。
第9問。これは何と読むでしょう。え？はい、どうぞ。はーい。当てる？正解です。イエーイ。最後、第10問。これは難しいですよ。これは何と読むでしょう。あ、これ。なんだっけ。これ漢字、暖かいでしょ、どっちも。でも読み方は。はい。はい、これかな。はい。できたよ。はい、ではどうぞ。はい。音案。残念。間違ってる。じゃあ何？正解は温暖でした。温暖？地球温暖化。ああ、地球温暖、そうかそうか。ああ、しまった。結果は？はい。10問中8問正解なので、はい、80点でした。イエーイ。Intinya, aku harus lebih banyak belajar bahasa Jepang terutama kanji karena aku jujur sangat lemah di kanji.Aku bisa baca kanji tapi gak bisa nulisnya itu. Jadi itu kelemahan aku. Teman-teman Indonesia juga yang lagi belajar bahasa Jepang, semangat ya, terutama kanji. Kabate kudasai. Kalau gitu video kali ini sampai sini aja. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe di bawah sini. So thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye.